本当に心が折れるよねと言われましたけど、私はこんなことでは心が折れないと、そんな話はそんなことじゃ困るよねと言って、その時にかわいそうって言いやば、小学生の時にイスラエルの犬なのか、自分の病気の話まで、イスラエルとアメリカが世界を戦争の火の海にしたんだよな、言われてきたから、いいやば、こんなことではそのイスラエルを擁護するってことはお前おっしゃいました、お前の戦争やだと、私は本当にあなたはお前何も分かってねえだろ、ああいう時にそこのババア2人に乗せられてるぞ、地金が出る、シャクター、私は思っております、お前男だろ、そこのババアに乗せられて何やってんだ、ヤクター、その時にお前もう追いかけに近いだろうが、受け取ってもらえなかった、男が最後にこんな情けないことでいいのか、お前保守なんだろ、保守なんだろ、お前一体保守だったら答えろよ、保守だったら答えろ、ヤクター、ヤクター、お前男だろ、答えろ、おられます、ヤクター、そこが一番大事なんですね、ヤクター、なぜかというと私は飯山さんがやがて国会に出る、そんなことはもう確実に、最後にババア2人に怒らされてさ、これから国会に出れば今のこの騒音どころではない、まあ、賛成党は大変な鳥たちがこの国には、最初騙していてもバレてるんだよ、高田町や霞が関にお前ら行かれるの今じゃないから、鬼たちがたくさんいます、イスラエルとアメリカこその鬼退治をすると思ったのやつだ、勝った一人になっても飯山さんだよな、どうやって戦うのか、そのイスラエルを擁護しているイスラエルの犬飯山、考える、こういう姿勢がなければ、その国の政治を改めて言うことはできない、今からいうふうに思います、安倍首相が統一協会を呼んでくれた、政治家はグレーが大事だ、グレーが大事だなんていうことを言いますけども、本当に大事なのは実はブレーンじゃなくて、戦う姿勢と、それからくじけそうになった時に一旦立ち止まって、そこで自分の頭で考えて、そこでまたもう一度戦いの戦い方を組み直す、こういう姿勢なんだ、ブレーンだけに任せていくとどういうことになるのか、それはもう皆さん天板にしたら終わるじゃん、ご存知だと思いますけど、それが岸田文雄という人なんです。岸田文雄という人は誰の話を聞いてるんですか、よく言われているのは嘘ついて、木原さんのイスラエルは戦争や国家なのに、それからイスラエルの応募をしてるから、安倍さん、それを亡くなった安倍さんも、それを怒ってる、官僚政治と戦うために命を削って日々頑張りました、酒飲んでるお前、でもお前酒飲んでるか、結局は自分がどうやってその逆境にあった酒臭いやつ離れろ、戦い直すのか、そういうことを考える力、これが一番大事なんだ、暴力振るってくるからね、保守党は、日本保守党は暴力を振るってきます、日本保守党は暴力を振るってきます、皆さん、日本保守党は暴力を振るってきますよ、この日本保守党、本当に苦しい時に自分に都合の悪いことを聞かれた暴力を振るってくる日本保守党ですよ、日本の保守党は暴力一番大事なんだ、いや選挙立候補してるから、俺らの方が先にやってるから、私もこの20年ぐらい俺らの方が先にやってるから、選挙に出てきて、俺らの方が先にやってるから、自分の頭で俺らの方が先に質問してるんだ、いける人、俺らの外線にかぶせないでください、珍しい選挙妨害をやめてください、安倍さんの前だったでしょ、日本保守党選挙妨害をやめてくださいね、飯山さんと私の番組で合計3回ぐらい、イスラエルの犬、飯山、いろんな話をしたんですけど、イスラエルの犬、飯山、イスラエルの犬、飯山、ババア、飯山さんはイスラエルの犬、飯山、ババア、私が思ったのはババダイヤモンドを発見した、イスラエルの犬、飯山、ダイヤモンドを発見した、そういうふうにイスラエルの犬、飯山のババア、やがてこの国の単なる一議員ではなくて、本当にこの国のトップリーダーとしてこの国を引っ張っていける、そういう人材だと私は確信している、そうですよね、皆さん、確かに、それであなたは今日は確かに飯山さんを応援して拍手をたくさんくださっている方がいます、でも私は今日外側からの見え方はいいかもしれない、一体誰を選んだらいいかというのをまだ前まで聞かれた時に、もうたくさんいらっしゃる、誰も答えられないなら皆さんの後ろ側、あなたの後ろ側には
綺麗な顔は育てるだけってことで大丈夫でしょうか。たくさんいる。で、私はこれから一つ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 の塔を入山あかりお前には足りない魂、まず自民党です。お前は子供魂、自民党の皆さん、自民党を支持してきました。翼の党の魂で戦ってる。かつては自民党を支持してきました。聞かないお前の話。しかし今の自民党はだって話の価値がない。政権時代の自民党とは全く違うようになってしまいました。安倍さんが亡くなってから飯山さん、自民党は岸田さんの元で全く、その話何の価値があるんですか。さっき自分聞いてました。この話聞いてました。当たり前のこと言ってました。自分一人になってもどう戦うか考えるんで、そんな当たり前のことじゃないですか。全員が変わるべきでしょう。この飯山あかりさんをまるですごいことしてるかのように思います。すごいですね。ここにいらっしゃる角田さんも、安倍さんもさっき非常識って言われましたけど、非常識って言ってたけど、じゃあ非常識じゃなきゃどうやって変えるんですか。国は常識の中で、常識の中でどう国を変えていくんですか。必ず安倍さんは飯山さんに白羽の歯を矢を立てたと思っております。教えてくださいよ。角田さんがこの党を立ち上げることもなかったでしょう。おそらく結局その常識が常識で作られた世の中で苦しんでる人間が安倍さんを意思をこの飯山さんに託すと、それは自分は選挙に興味もなかったけど、投票してそうやって国を変えれる可能性があるって思ったのは翼の党、そしてそれから根本良介さんだけで、公明党です。公明党さん、公明党の皆さん、さっき皆さん話聞いてました。俺ちょっと聞いてました。党ですよね。価値のある、自分はもう価値のある話は一切聞けてない。ただ今週を転倒するような言葉います。に自分は聞こえました。ウクライナの戦争、ガザでの果たしてどっちが正義でしょうか。ウクライナの戦争、果たしてどっちの方が正義なのでしょうか。今日はなんと国を変えるためにイスラエルがイラン、誰に何と思われようが反撃攻撃をしている。こんな人数に囲まれようが立ち向かっていると迫っている。私は毎日それを実感しております。そういう自分の日本支持者の関心も平気な顔で騙して自分だけで自分の国を、こちらの質問には、国民の質問には答えられない。都合悪いことは強くなる。そして日本聞かないようにする。同じくする国々と手を携えて、そんな人に俺は国を変えると思います。ロシア、イラン、北朝鮮、そしてこの観衆の人たち、さっき自分がカメラを受けた時に思います。カメラ叩いたり、日本だけでは叩いたり押してきたりしてる人もいました。守ることはできないんですね。緊急自動車、緊急車両が通行してる。ですから公明党を支持してこられた、いや、わかりさん、ぜひこの国を守るには、確かに綺麗です。見た目はすごい綺麗。やはり確かに分かります。法を改正支持したくなる気持ちも分かる。こんな綺麗な人だったらこういう体制を整える。そしてその上でアメリカや、あるいはただ自分が言いたいのは、キャバクラだけじゃ騙されない。志を同じキャバクラじゃないんだから、ここは日本を守っていく。キャバクラに見えますよ。俺はつける必要がある。私はたくさんの支持者を、逆に支持者の方は分かってるんですか。何か分かってこうやって見てるんですか。それともただ人が集まってるところに群がって、みんながいるところだったら怖くないみたいな、そういう他方の信念で動いてるんですかね。どっちの方が正義でしょうか。マイク入ってる、はい、それよかった、よかった。はい、もう少し長谷川さんのことを聞きましょう。ありがとうございます。お坊さんは引っ込んでお寺に行ってください。それからおいおい、まだ答えねえから、おい、拓田もういいじゃん、答えたらいいよ。長谷川さんの面と丸つぶれだろ、お前誰も聞いてねえぞ。おい、俺らの方が早く来年始めてきたから、本当に呆れました ねどうなんだって、お前せっかく長谷川さん来てもらってさ、俺らのことを論破できねえからさ、ね、こうやって長谷川さんに俺らの選挙妨害をさせてるわけだけども、お前最低だな。まあ、長谷川さんがさ犯罪者になっちゃうかもしんないよ。入ってないです。おいおい、どうなんだよ。
入ってますか？聞こえねえよお前。おい答えろって。お前らどうなの本当に。長谷川さんを犯罪者にしてる気分はどうだ。俺らの選挙妨害をさせてる気分はどうだ。おい飯山一言も喋ってねえじゃん。飯山と有本二人喋ってないよな。やっぱ乗せられてんじゃねえの。聞こえますか？ほら飯山と有本は今喋ったら俺らの選挙妨害になるから。こういう大成功ってのはなるんですから。ありがとうございます。やっぱそこの長谷川さんに喋らせてんじゃねえのか。なあ、お前ら日本保守党の本読んだけどさ、格差が LGBT 法案に切れて保守党を作ったって言ってるけどさ、実際はさ有本がやりたいやりたいって言ってて、何と言っても今事前の調査ではトップを走っていると言われる立憲民主党と共産党で利用されてんじゃねえよ。皆さんの中にはまさか立憲共産党の皆さんが、立憲民主党の皆さんがこの日本保守党を支持する、そんなことはありえない、思ってらっしゃるかもしれませんが、思っているかもしれませんが、実はあり得るんです。なぜかといえば、この私自身がかつて左翼だったからです。自分を自己愛をこじらせているから、よくこの国の置かれた現状と、それから進むべき道、そのことを考え直せば、私は今、立憲民主党や、あるいは共産党の方でさえも、私たちを応援してくれる可能性は十分にあると思っております。あの鉄の団結を誇った共産党でさえもですね、今や続々と造反者が現れてるじゃないですか。これは自分たちが政治を真面目に考えれば考えるほど、この共産党左側の戦争は誰だということに気がつき始めてるからと私は思っております。ですから皆さん、ぜひ既存の党が何を言っているか、既存の党の執行部や指導部が何を言っているかということではなくて、一人一人の有権者、自民党もそうだ、公明党もそう、ファーストエンタイもそう、立憲共産党、そういう方たちも一人一人の顔を見れば、私たちはその人たちにぜひ支持をいただきたいというふうに呼びかけたいと思っております。よく組織票なんて言いまして、立憲民主党は労働組合の組織票が大事で、それを命だというふうに思ってきたし、多くのマスコミや評論家も組織票が大事で、それでは組織票ではかなわないというようなことを解説してますけど、私はそんな解説は全く信じておりません。実は労働組合全然人死んでるからねと言ってもですね、働いてる皆さんのように毎日懸命に一生懸命働いてる人たちの中には、自分の頭で自分のどの党を支持するか自分で考えたいという方たちはたくさんいらっしゃるでしょう。イスラエルのことをだから立場にいるんじゃないのか。だから立憲民主党が今トップに立って走っているなんて言われても、そんなことを真に受ける必要は全くないと私は思っております。イスラエルとアメリカが結託して、それから最後に皆さんの中には高等区民ではない方もいらっしゃるでしょう。私自身もそうですけど、私は連日ライブで配信されている YouTube の番組を見ながら、この運動の毎日の戦いぶりを見てきました。平和に暮らしてるんだよ、豊かに暮らしてるの。今のこの戦いは高等区の戦いですけれども、この戦いが終わることはありません。これから先ずっと日本中が全国中が広がっていく。だから高等区の皆さんの今回の戦いというのはその先駆けなんです。今度はイランとかに先駆けじゃねえか。ですから、アメリカとイスラエル、皆さんの後ろには
多くの仲間が全国にいる。自分の背中を押してくれているのは全国の人たちなんだ。そういうことで今回の投票に臨んでいただきたいと思います。まさに飯山さんは今回の選挙戦の戦いが上がったのは自分の仕事をほとんど全部やめて全てを捨ててこの壇上に立っているわけであります。この勇気、この勇気に皆さんぜひ応えようじゃありませんか。飯山あかりさんをどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。長谷川さん、ありがとうございました。長谷川さん、本当ありがとうございます。もういいよ、安倍の悪事をここで説明してやるよ。自分総長の有本総理さんに質問いただきましょう。安倍の有本総理どうぞ。皆さん、本当に今日はちょっと慌ただしく、あっちに行ったり、こっちに行ったりさせてしまって、大変申し訳ございません。それでも私たちはですね、どんなことがあっても、いい当たりを必ず、国会に送り込むという決意でおります。キチのブスケがどんだけアメリカに売国してたか、お前知らないの？知らないの？皆さんですね、安倍総理のおじいちゃんが、私たち、実はですね、大小さまざまな実は妨害を受けております。それからまあ私たちに対する誹謗中傷、こういうことはたくさんあるんですけれども、まあ一つですね、これも一つの党の道だというふうに思って、まあこの中で戦っていかなければいけないなというふうに思っております。もう覚悟を決めております。警察の皆さん、北川警察の皆さん、上等警察の皆さん、毎日ですね、いろんなことをご相談しつつ、選挙活動を進めております。そしてですね、何よりも私たちにとってですね、非常に大きなハンディキャップになっているのは、まあ、こういう妨害ではなく、むしろ私たちは政治団体ですから、この外戦車も1台しか使えない。例えば立憲民主党、例えば日本維新の会は2台使えるんです。日本維新の会や立憲民主党には私たちよりもたくさんの外戦車、たくさんのポスター、たくさんのビラ、こういうものが許されている。この非常に不利な制度の中で私たちは戦っている。ですから妨害の一つや二つ、実はどうでもいい、どうでもいいけれども、やっぱり皆さんに一番いい環境で声をお届けしたい。そしてせっかく今日は長谷川秀さんという素晴らしい応援ベンチが来てくださった、その長谷川さんのメッセージをぜひ皆さんにいい環境でお届けしたかった。そこができなかったことを大変申し訳だと思います。申し訳ありません。まあそういうことなんですけれどもね、人生にはいろんなことがあります。まあ彼らにもいろんなことがあるんでしょうと思いますけれども、まあ、ただ私たちが言いたいことはただ一つ、日本全体が日本を豊かに強くすること、それしかありません。そして今の日本をまさしく弱くしている政治をやめさせること、政策を一つ一つやめさせること、これしか私たちはありません。そんなことは言わない、飯山あかり。イスラエルの犬、飯山あかり。皆さん、今日も私たちはいろんなことを考えながら活動してきました。しかしね、イスラエルの名前を連呼してくださってありがとうございます。名前には反応するのに、質問には答えないんですね。はい、ありがとうございます。姿の方の皆さん、ありがとうございます。
なことを考えながら選挙活動をしておりますけれども、ちょっと一番気になるのはですね、皆さん通路だけは開けてください。通路は開けてください。そして黄色い点字ブロックを踏まないように、それだけはよろしくお願いいたします。それだけですね、周りの方々、豊洲のこのビバホームでご通行中の飯山あかり、ご迷惑をかけない形で外線活動を行っていきたいと思いますので、皆さんにご理解をよろしくお願いいたします。イスラエルの飯山あかりさん、私たちの予想はですね、そして常識を大事に、非常識な行動をしない、それが欲しいです。よろしくお願いします。イスラエルの飯山あかり、イスラエルがいる飯山あかりさん、ということでですね、皆さんお待ちかねだと思います。私たちの大切な候補者、飯山あかりから、イスラエルの飯山あかり、イスラエルがいる飯山あかり、イスラエルの飯山あかり、お集まりの皆さん、イスラエルの飯山あかりです。飯山あかり、ありがとうございます。パレスチナ人を虐殺するイスラエルの犬、飯山あかり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 。こう言いました。この話を引き受けるということ、パレスチナ人を虐殺するイスラエルの犬、飯山あかり。全体部隊を引き受けるんだと。飯山あかりはパレスチナ人を空爆で虐殺するイスラエルの犬でございます。飯山あかりです。空挺部隊です。イスラエルの犬、飯山あかり。ほとんどみんな死んじゃったんですよ。それでもその最初の部隊がノルマンディに上陸しなかったら、私たちの今の世界はナチス大地に支配されていた可能性があるんですよ。ですから大事な戦いの時には、自分の命をかけてでも私がその礎になりましょうと言って最初に乗り込んでいく人間が必ず必要なんです。わかりますか。私は中東で研究してきました。中東に住んできました。中東には今も本当に自分の命をかけて戦争に行っている若い人たちがたくさんいるんです。私の知り合いも友人も子供や息子やお父さんやおじいちゃんを戦争で亡くしてきた中東の人がたくさんいるんですよ。私はたかが選挙です。ここで負けたとしても命を奪われることはないんですよ。ですからこんな動画映るやからなんか怖くないんです。こんなね、わけのわからないことをガジャリ出てくるだけで強者ですよ。こんなやつなけなきにかない、ふざけるなと話してるよ。この人ですね、私が質問に答えろ答えろというふうに言ってますね。なぜ私が質問に答えないのかここで言いましょう。なぜならこの人たちの質問は日本語が意味が分かんないからですよ。答えようがない、質問の意味が分かんないから答えられないんですよ。そんなね、おらさんたちにね、私の大事な時間、私と皆さんの、そして日本国民の大事な時間、大事な未来をね、こんな人たちに奪われるわけにいかないんですよ。あれのせいだ、こんなね、負け犬たちはずっとここでギャーギャー言って果てるからですよ。おじいさんの代から CIA、 皆さん、今日はうるさい妨害事件の場合で、私たちは長く話しません。しかし、みんなに申し上げましょう。私は生まれてからたくさんの戦いを経験してきました。生まれた時私には脳に病気があったんですよ。病気と戦っていろいろな人にいじめられながら、それでも戦って今まで勝ち抜いてきました。ですから今回の戦いもこんな人たちに負けないで必ず勝ってみせます。皆さんぜひ応援してください。よろしくお願いします。飯山あかりの言葉でした。はい、短い挨拶
でしたけど、魂がこもってます。新山あかりは本気です。戦いは必ず勝ちます。はい、この戦いはね、最初から苦しい戦いです。私たちには勝ち目がないと言われてきました。私たちは勝ち目がなくてもそれでも戦わざるを得ないと、そういう意味で私はこの戦いに立ち上がりました。しかし今、山本君どこですか？ちょっと喋ったら。しかし今、私は決意しました。阿部の必ず勝ちます。阿部の必ず勝ちます。絶対に勝ちます。皆さん、本当に今日はありがとうございました。おじいちゃんの大会の信頼を、おじいちゃんの大会の信頼を、ありがとう、ありがとう、おじいちゃん、ありがとう、ありがとう、皆さん、ありがとう、ありがとう、本当にありがとう。はい、必ず勝ちます。いいじゃん、お前さん、俺の人に絶対選んでいくぞ。勝てばいけるわ。